フロムサンズのハッピーミューズ。この番組はセレクトジュエリーハッピージュエリーワンズクリエイティブプロダクツ、ジュエリーリフォームお直しエムズファクトリー、全国から芸人が毎日出演中、モノマネライブバー札幌スタークラブ、音楽制作音楽プロデュース、音のことなら有限会社フィクス、ステップからジョイン、社会へ踏み出す歩みを応援NPO 法人プラスハート28、あなたに寄り添う町の小さな美容と健康の総合商社デイスピリットオタル、フェイストゥーフェイス、あなたの会社に毎月訪問、黒字決算を支援します中川会計事務所、なごみ集うお店丸山裏参道ラプラス、季節によって函館の美味しいお料理を用意して宮崎恵子ママがお待ちしています。カラオケ喫茶カラオケスナック殿下、そしてフロムサウンズミュージックの提供でお送りします。三木本です。私が初めてひとみいくさん、倉本ひとみさんにお会いしたのは彼女のお葬式でした。コンシエンシアにはまり、毎日 CD を聴き続け、どうしても会いたいと思い事務所に電話したところ、今は営業をしていないと言われ、それから間もなくして亡くなったことを知りました。まさか余命宣告を受けながらも病に屈せず、たくさんの曲を作っていたとは。彼女の思い、愛する人たちに送るメッセージは、詩と曲に乗せて、文字通り音楽に命を捧げた勇気ある人。どの曲を聴いても、愛の言葉がすごすぎて、感動して涙が止まりませんでした。もし私が詩を書くとしたら、大切な人にメッセージを送るとしたら、死にたくない、生きたい生きたい生きたい、別れがあるなんて考えられない、悲しすぎる、あなたに会えなくなるなんて、忘れ去られることはもっと怖い、誰か助けて助けて、叫びだけしかないだろう。ひとみいくさんの大切な人たち、愛する人に残したメッセージは力強い。でも歌うために生きた彼女の詩は愛おしい。遠い空の下で夢の続きを見よう、またいつかあなたに会えるその時まで。
浜崎な失礼しました。ごめんごめんなさい一緒に息吸っちゃいましたねそうですね、まずそっからでしたね、はい、オープニング曲ご紹介させていただきますね。とんでもないです、どうぞ、はい、浜崎直子さんで祈りお送りいたしました。はい、ここでですね、ここでです。皆さんごきげんよう千原咲でございます。ちょっとね、はしょってしまいましたね金沢さんを無視して私が飛び越えていこうとしてしまいました、まあ、生放送ですからね、そういうこともあります。大変失礼いたしました、はい、そして私アシスタントの金沢さやかです、はい、実は昨日ね、はい、あのひとみいくさんの追悼ライブでしょうか、はい、あの行かせていただきました、はい、素晴らしいステージでしたよ。で浜崎直子さんの今日もあのちょっとね、はい、あの CD で流れましたけれども、うん、生で、はい、あの歌ってくださいまして、うん、あの CD はまあ本当に綺麗に歌ってらっしゃるんですが、はい、やはり生の歌声っていうのは、
本当になんか切々と伝わるものがありますよ ね、 そうですね。あと思いというのがやっぱり、はい、あの本当にあの歌心にこもってるっていうんでしょうか、うんうん、ね、すごく私初めて、はい、あの浜崎直子さんあの昨日拝見したんですけれども、はい、本当になんかあのそんな背もね、高くなくてですね、華奢な感じで、はい、あのちょっと私たちあの私たちはもう遠くの方からね、はい、ちょっと見てたんですけれども、可愛らしい感じの、うん、方なんですけれども、歌はね、はい、本当にパワフルで、あの本当素晴らしいあの歌声でした。うーん、よかった。伸びやかですよね。そうなの。そして力強くてというか、そう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 、本当にあの聞く人の心にね、はい、本当にスッとこうあの入り込んでくるっていうかね、はい、そうで染み込んでくるっていうかね、うん、その包んでくれるような、うん、そんな本当になんか温かく本当見守ってくれるようなね、はい、そん な、 なんかあの優しさにあふれた楽曲でしたよ。はい、よかった。祈り、いい曲ですよね。で、今さきさんもお話しされましたけれども、はい、昨日5月22日、ひとみゆくさん亡くなられて一周忌、で、追悼ライブということで、はい、ひとみゆくトリビュートショー行われました、で、本邦初公開のこうムービーなども、ね、流れていましたよね。はい、あれグッときましたよ。グッときました。でその中に印象に残る言葉で、歌うことが私である証っていう言葉が出てきていたんですけれども、もうそれでもうグッと目頭も熱くなり、何とも言えない気持ちになりましたよね。本当にあのまあ、亡くなるというかね、最後の最後までっていうんでしょうか、はい、自分は歌手として、はい、本当にあの、まあ、本当に魂を注いでるっていうかね、そんな感じで、はい、あのお話もされてたっていうのと、あと歌声と、はいはい、なんか響きました ね、 ね、ちょっと本当か切なかったな、昨日はなんか本当涙がなんか流れそうなね、はい、あのそんな感じでしたね。はい、うん、本当に最後の最後まで歌い続けたひとみゆくさん、はい、昨年2021年5月19日に永眠されました、彼女の作品はこれからもひとみゆくプロジェクトがその意思を継いで発信を続けていきます。で昨日のトリビートショーでは、はい、いろんな愛っていうのを感じたんですよね、で愛ってすごいたくさん種類があるじゃないですか、はい、例えば家族愛だったり、友情だったり、あと飼っているペットへの愛も愛の一つですよね、そうですね。でも愛にもいろいろあるんですが、まあ、音楽仲間の皆さんとの愛と絆とか、あと歌を愛するすべての人への愛、はい、それも感じることができました、うん、そして何より自分にとって一番愛おしい人への思い、それが先ほどお送りした祈りの中に込められていて、はい、歌詞の中に力の限り生きてとか、あなたは大丈夫、こんなメッセージを残せる方なんてすごいと思いませんか。そうですね、もちろん残された方は辛い思いをされるでしょうけれども、はい、愛ある言葉っていうのは本当にメッセージを残されるひとみゆくさんの大切な人、なんて幸せなんだろうって。そうですよね、すごく感じましたね。でまた生きていく糧にもなりそう。そうですそうです、うん、そうですね、愛された、そして愛したっていうね、そういう思いで、そして歌でつながっていって、はい、じゃないですか、はい、だからこれからも本当にずっと続けてね、はい、あの行けたらなと思いますよね。そうですね、そしてもちろん病と戦っている方にも大きな励みになったんじゃないかなって。そうですよ ね、思いましたね。私もちょっとあの死ぬ生きるっていうほど の、 あの、ね、病気ではないですけども、あの冗談でね、間質性肺炎になって、はい、美人薄命なんて言ってますけどもね、いや本当にね、彼女こそ本当に美人薄命だったんじゃないかなって本当に思います。でさきさん、先ほどの、はい、あのみきおんさんの詩は、どうでしたか。センスないよね本当にあのそう重すぎでしょかなり思い込めて読ませていただきます。率直だから、はい、あのピュッと入ってきますよね。あ確かに、うんうんうん、言葉は重いんだけど、はい、プッと入ってプッと抜けるみたいな、なんかちょっとちょっとそういう感じなので、もうちょっと勉強させていただいて心に残るようなね、はい、あの言葉詩をね、今度はあの期待してますよ。そうですね、だそうです。三木本社長、よろしくお願いいたします。お願いしますね頑張る。さ
今週も始まりました From Sounds のハッピーミューズ、今週も生放送でお送りしていますよ、はい、で毎週テーマを決めてお送りしているんですけれども、今週のテーマは嘘を突き通せるか突き通せないか、うん、あるいは秘密を隠せるか隠せないか、うん、これをテーマにお送りしていきたいと思います、はい、はい。でですね、先週に引き続きすでにもう2通メッセージいただいているんです。あら、嬉しい。早速紹介してもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、まずはラジオネームシリウスの女神さんからです。はいはい、シリウスって星ですよね。星座ですよね。そう、大犬座のね、はい、一番明るい星ですね。一番明るい星座の女神ってことですね。そうです、そうですよ。まあ、仲間に入ってもらいたいですね、ぜひ。ね、はい、ほんとほんと。じゃあメッセージご紹介しますね。はい、嘘を突き通したことありますかというテーマですが、嘘を突き通していると思っているのは本人だけで、案外バレているものです、うん、確かに知らないふりをしているだけです。あららら。お互い相手を傷つけないようにと自己判断でそうしていると思いますが、自分だったらどうでしょうか。本当のことを知りたかったと思うのではないでしょうか。嘘をつくと潜在意識に蓄積されて、いずれ肉体に現れるものです。現れるの？現れちゃうんですか？そうなの？で、続きなんですが、はい、夫は嘘をつくと持病の痛風を発症していました、ええ、嘘を突き通していたのは旦那様だったってことですね。ですね、はい、で最初は気づかれなかったのですが、ええ、これが出た後何らかの形で嘘が発覚することが重なり確信しました、そうなの。すごいですね。すごい、ね、で健やかに過ごすには不安の種をまかない、うん、心に不安の種をまかないことです。ためないことです。確かに。ちなみに私は正直すぎて、頼むからもう少し歯に絹着せてとしばしばお友達から頼まれます。以上、シリウスの女神でしたということです。私もね、あのね、はい、意外とね、ええ、嘘って言えない。あ、はいはい、ただ、はい、あの秘密は、うん、これは言わないでねと言われることに関しては、うんうん、絶対言わないっていうのはありますよ。ですね、そこ大事ですよね、うん、ただ私の知ってる人はね、これ言わない方がいいよって、そうだね、言わないねって言ってたのに、はい、みんなに言ってる人いましたよ。この人は一体何なんだろうって言いますね、うん、もうあなただけだから、他の人に言わないでねって言って、みんなに言っているっていう、これさ秘密だけどっていう人に限って、うんうん、みんなに言ってるんですよ、はい、いますよね。いますいます、うん、でも嘘を突き通すとこうやって痛風を発症したりとかね、はい、そんなことがあるんですね。これ呪いじゃないですか、ね、呪い、奥様の呪いで痛風が現れた。そうかもしれないです ね、ちょっとそれに近いものがあるかもしれないので、皆様ね、あの旦那様が、あ、この人はもしかして浮気してるなとかね、うんうん、遊んでるなとか思った時には、はい、ずっと呪いの言葉を唱えてまあ、あのなんだっけ、あの人形にね、はい、ごすすぎは打たないようにして、そうですね、そこまではしないでいいんですけどもね、はい、そうしますとね、はい、多分そうやってね現れるんですよ、多分、はい、疑いを始めた時ですね、うん、そう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 、もしかしてと思ったらちょっと強く念じると、うん、相手に何かしらだから罰を与えるかられるかもしれませんよ。じゃあ次行きましょうか。はいはい、はい、続いては、あ、先週もメッセージ送ってくださいましたラジオネーム札幌村ラジオ大好き男さんからです。はいはい、はい、秘密を隠せますか。隠せません。早いですね、結論からですね、うん、まず私の場合は顔に出ます。あ、昔他界した母親が宝くじの高額当選となった時にずっとニヤニヤしていて不気味でしたが、その地を受け継いでいますね。いくら当たったんだろう ね、そこが気になりますよね。そこ聞きたかったかな、うん、あと妻が大学時代に心理を勉強していたのもあり、私は女神にはかなわないと現在では悟っております、うんうんうん、思ってるだけじゃないんですよ、悟ってるんですよ、悟ってるんですね、はい、その昔夜遊びが過ぎて妻から出た、あなたの大切なものは何ですか、あ、怖と一文のメールが送られてきた時はさすがに背筋がゾワッとしましたねかっここれは怖い話ですね笑いといただいておりましたでもバレバレなんですね、そうなんですね、下手なんですよ多分ね、遊ぶのが、そうだそうだ、うん、やっぱり、ね、遊ぶ人はね、うん、上手に遊ばなきゃダメ。あ、そうですね、やっぱり女性を傷つけないようにしなきゃダメですよ、うんうんうん、絶対私はそれは思いますね、はい、いや遊ばないの一番ですよ。そうですね、うん、でももし万が一遊ぶんであれば、うん、
男の人にと男の人も女の人も相手にバレない、うん、そうですね、うん、それは優しい嘘っていうことでいいですか。そう優しい嘘はついてもいいってことです ね、うん、本当かということで今日は嘘をつき通せますかそれともできませんかというテーマでお送りしてまいります。ぜひラジオの前の皆さんからのメッセージもお寄せいただきたいと思います。お待ちいたしております。はい、さあ今週も生放送でお送りいたしております、フロムサウンズのハッピーミューズ、この後8時30分まで1時間30分生放送でお送りしてまいります。この後の番組内容なんですが、松本さくらさんのさくらの歌の花束、続いては阿部拓磨さんの日高からのラブレター、そして先ほどひとみいくさんの話もさせていただきましたが、伊藤明友さん登場します。ひとみいくネオラジオザサード、そして後半は千原咲さんの音楽仲間をご紹介するコーナーと、今週も盛りだくさんでお送りしてまいります。はい、ではここで続いてのコーナー行きましょうか。はい、はい、5月23日月曜日、松本さくらさんにも今日のテーマ聞いていきたいと思います。さくらの歌の花束です。皆様こんばんは、松本さくらでございます。今週もさくらの歌の花束コーナーお聞きくださいましてありがとうございます。今週もお題の方から入らせていただきます。今週のお題は秘密を隠せられるかどうか、皆さんはどうでしょうか。私も人から秘密を打ち明けられて、他には内緒にしてねってご相談されたら絶対言わないと思います。でも嬉しいことを内緒にしていなければならないとき、例えばこんなことないんですけれども、宝くじね、高額当たったとしたらですよ、絶対私は隠しておけないと思うんですよね。経験がないので分かりませんけど、ひっそりと、まあ、暮らしているかもしれませんが、これもまた当たったことのある方に聞いてみたいなというふうに思いますので、そういう方はご連絡いただければ嬉しいなと思います。喜びの方がなんか隠し通せないように思いますね。まあ、悲しいこと、いろんな自分のことで傷ついてること、今なんかね、自分の命を絶ったりとかって、それが原因でっていうことで、命の電話を利用したり誰かに相談してくださいってすごく報道されていますよね。だから何か自分、まあ、秘密というのか、そういう言えないことというのか、まあ、これはまあ分けられるのかもしれないんですけれども、なるべく隠せずに、ね、人に打ち明けられるのが一番体にとってはいいことなのかな、そんなふうに思います。さくらの秘密を隠せられるかどうかでした。花は桜か、桜は花か、咲くも散るもその時を知る、凛と美しきその姿よ。桜桜咲き乱れましょう、今ともに華やかに、あなたの色に染めて一花、笑うように咲かせましょう。桜桜、はい、それでは今週の歌の花束のコーナー、先週に引き続き全音連歌唱全国大会2022エキスパート大会の様子と、その後開催されましたゆりかご音楽祭の様子をお届けいたします。エキスパート大会は
生オーケストラ歌唱となり、すごい迫力でした。このオーケストラで歌ったのは30名。この中から今年度のグランプリが決定いたしました。どの方の歌を聴いても素晴らしい歌唱が続き、私も18番目に歌わせていただきました。この袖で待っている間よりステージに出て行ってオーケストラでの歌唱に入ってから、体の緊張感がものすごく強く感じてカチカチになったのを覚えています。自分に落ち着いて落ち着いてと言い聞かせながら、楽曲の思いをしっかり皆さんに伝えようと自分なりに歌唱を終えました。北海道は30名中7名もの人が出場していて、とても嬉しい限りですね。結果グランプリは群馬の全音連門下生で、その他6名の出場者の中から6名の方が来年のエキスパート大会出場権を獲得いたしました。私も運よくエキスパート大会出場権を獲得することができました。やった、よかった、皆さんからおめでとうコールをいただき、とても嬉しかったです。エキスパート終了後、ゆりかご音楽祭が開催されました。第78回を迎えた音楽祭、一般社団法人日本童謡学会名誉総裁でいらっしゃる智仁親王妃信子殿下のご臨席をいただき、壇上でのご挨拶、会場の皆様への大きく手を振られたお姿はとても親しみやすく、童謡を愛されている妃殿下の温かいお心に触れた感じでした。熊本県営業部長兼幸せ部長でいらっしゃるくまモンさんも応援に駆けつけてくれました。とっても可愛くて大変盛り上がりました。音割りゆりかご会の子どもたちの独唱合唱を聞かせていただいて、心の中が洗われる思いがしました。これこそ今人々が求めている歌、癒しの心、そして童謡を知らない世代に伝えていく大切な宝だと思います。来年の全国大会に向けて、10月3日に札幌市民交流プラザクリエイティブスタジオにて全音連歌唱全国大会2023北海道地区予選会を開催することが決定いたしました。今出場者を募集しています。さくらの歌の花束コーナーへご連絡をお待ちしております。同日全音連歌の会の発表会も開催いたします。大会はちょっと出るのが苦手ですという方も発表会に参加してみませんか。たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。それでは今日は私がエキスパート大会で歌いました門倉ゆきさんの J という曲を聴いていただきます。もちろん門倉ゆきさんの歌でお届けいたします。悲しみはない。また眠れず、朝迎える。J 笑った後
寂しい顔をした。 Why あなたの目は何を見てたの。 J 夜が流れ季節は過ぎても、 J あなただけに時は止まった。 J 幻でも J 姿見せて、 J 叱りたいの、 J あなたのこと、ひとり先にどこへ行ったの。はい、門倉ゆきさんの J でした。とても悲しい思いが私も伝えられたかどうか心配ですが、エキスパート大会の歌唱はYouTube に配信されることになっております。30名の方々の、歌唱をぜひ YouTube の方でお聞きいただきたいと思います。それではお時間が来たようです。スタジオの金沢さん、千原咲さんの方にお返しいたします。松本さくらでした。さくらさん、ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりこの嘘っていうテーマにすると、はい、宝くじっていうワードが結構出てきますね。出ますね。私も多分ね、はい、100万円ぐらいだったら言うと思う。あ、奥当たったら絶対言わないと思う。ですね。100万ぐらいだったらさ、ね、はい、ちょっとさ、当たったからさ、うん、なんかご飯食べようとかって言えるじゃないですか。うん、旅行行こうよとか、ね、言えますね。ね、だけどちょっと奥はね。うん、ちょっとまずいでしょ、はい、ねえ、はい、妬まれちゃうよ。そうですよね、うん、狙われちゃうし、狙われちゃう、そう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 、はい、詐欺にやっちゃいますね、はい、いやでもなんかね知ってる人でね、はい、当たった人いたんですって。はい、2億。2億だけど何も言わなかったらしいんだけど、はい、立ち振る舞いが異常に金ばっかりすっごい使うようになって、うん、もう全然違って、結婚をしていたのに離婚して、はい、男性離婚をして、はい、そしてキャバクラみたいに通ったりとかして、うん、若い女の子をまた囲ったりとかして、はい、そうやってやってるうちに何ヶ月か後に亡くなったんですよ。やっぱり悪いことってできないです ね。だからもうお金がこうやって持ったからって言って、うん、そういうことしちゃあかんのですよ、うんうんうん、そうですね、うん、そうそうそう。でも2億ですよ。何ヶ月間はいい思いをしたわけですよ。はい、ね、はい、私も言わないな言わないなでも使うにしても明らかな使い方はしない方がいいってことですね。だ、そこそこは使っちゃいそう、うんうん、はい、ね、はい、ね、です、ね、やだ本当。なんかマンション買っちゃったりさなんかベンツ買っちゃったりさ、もうすぐバレる、バレバレですよね。バレバレですね。ちょっとずつクラウのグレード上げてったらいいんじゃないですか。そしたら大丈夫ですね、はい徐々に徐々に。何の作戦ですか。そう、まあ、安倍拓はどうでしょうね。そうですね。どう思いますか。あの感じで、まあ、ちょっとおとなしい雰囲気あるじゃないですか。うんうん、だけどなんか裏で陰で、はい、なんか悪いことなんかこちょこちょしてるような感じ。ええ、だけどこちょこちょしてて、はい、最終的にバレちゃうみたいな。そんなような感じがするのよね、うん、なんか私もそう思います。ねえ、しますよね。じゃあ実際のところはどうなんでしょうか、うん、早速聞いていきたいと思います。はい、阿部拓磨さんの日高からのラブレター。阿部拓さん、出番ですよ。佐々木さん、金沢さん、松本先生、伊藤明智さん、そして札幌村ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。北海道は新日高町のシンガーソングライター阿部拓磨でございます。今日は5月23日月曜日ね、フロムサンズハッ
ミューズの放送ということで、今日も生放送ですね。楽しく、やっておられるでしょうかね。お疲れ様でございますね。先週ね、ちょっと髪の毛のお話、しましたけどもね、さきさんからですね、飲んだらね、髪の毛が立つというふうな話をですねいただきましてですね、まあこれそうなんです。なんだかよくね、出先でね飲んだりとかね、ちょっとねワックスとかつけるじゃないですか、髪にね。ワックスとかつけてあれしてるんですけども、まあ飲んでるうちにですね、いろいろ髪をですねかき上げたりとかね、わしゃわしゃしたりとかしてですね、まあなんだかんだ立ち上がってくるんですね。これがまあある人に言わせればですね、サリーちゃんのパパみたいな感じで、まあ結構な、まあちょっと長い時ね、髪の毛長い時なんかはね、いい感じでなんかスーパーサイヤ人みたいな感じになったりするっていうね。なんで今度ね、もし一緒に、ね、飲む機会あった方はですね、ぜひそこら辺も注目していただければなと思いますけど、いや最近はね、最近は大丈夫ですよ。最近はねそんなにいじってないような感じはしますけどね。意外とあれ今日どうしたの、大丈夫なのね、髪大丈夫なんじゃないのねみたいな感じでいう感じでね、最近は意外と大丈夫なんですよこれね、本当にね。まあそんなわけでね、今日もやっていきたいなというふうに思いますけども、昨日ですか、5月22日ですかね、伊藤明友さんのね、ひとみいくプロジェクトね、ライブ、行われたということでね、盛り上がったんじゃないでしょうかね。お疲れ様でございました。僕もね、本当は行きたかったんですけども、なかなかね、遠くてですね、農作業もありましてですね、ちょっと行けなかったわけでございますけどもね、なんか MCAT さんもなんか急遽出演されてたということでね、見たかったですね。めっちゃかっこいいですね。ダパンプのね曲とかプロデュースとかされてるね方でございますね。本当に、お疲れ様でしたね。盛り上がった、ライブ良かったなというふうに何言ってるか分かりませんけど、今日お知らせからですね、来たるですね7月と3日になりますね、7月3日日曜日になりますけども、僕のですね住んでいる新日高町にてですね、蓬莱さん祭りが行われます。7月3日ね、ここ2年ね、新型コロナウイルスの関係で開催されてなかったんですけど、今年は開催する運びとなりましたね。7月3日日曜日になりますね。まあいろいろ、食べ物だったりとか、ステージイベントだったりとか、あとですね、なんですか、豪華景品が当たるですね、イベントもあるということなんでね、詳しくは追ってですね、お知らせしていきたいなと思います。非常に、お得なイベントもあるということなんでね、盛り上がるんじゃないかなというふうに思います。僕もこの7月3日日曜日ですね、出演させていただきます。もちろん歌ね、ステージの歌はもちろんですけども、なんとですね、全体の司会も担当することになりましたね。総合司会ということでですね、お祭りを盛り上げていきたいなというふうに思ってますんでね、ちょっとそれもお楽しみにしていただければなというふうに思いますね。札幌の方もですね、ぜひお時間ね、許せばですね、7月3日日曜日、午前10時からやっております、15時30分ぐらいまでお昼の時間ですんでね、ドライブがてら遊びに来てほしいなというふうに、思います。お待ちしております。では今日はですね、いきなり曲の紹介からいきましょうかね。まあ日高といえばですね、有名な海産物、昆布
というのが ありますけども、こちら日高で取れる昆布はですね、学名でいうと三石昆布というですね、学名で、ありまして、繊維質、ね、昆布の繊維質が非常に多いため早く煮えて非常に柔らかくなるので昆布巻き、佃煮、おでんなど昆布そのものを食べる料理に適しているというのがこの日高沿岸で取れる昆布なんですね。非常に、出汁だけでなくてですねそのまま昆布を食べるのも非常に美味しいということです。それで日高で取れた昆布はですね関東関西などですね本州の方でも、出荷されておりましてですねそちらの方でも味わっていただけているということなんですね。この、三石昆布なんですけども、新日高町にはですね、マスコットキャラクターというのがおりまして、それがですね、昆布マンというですねマスコットキャラクターがおります。もちろんね今昆布の話しましたんで日高で、取れる昆布をねモチーフにしたキャラクターですね。それで妹もいましてですね、小舟ちゃんという妹もおりましてこの2人セットですね、昆布マンと小舟ちゃん、町の新日高町のマスコットキャラクターということで、いろんなイベントとかでね活躍しているわけでございますけども、この昆布マンと小舟ちゃんもですねもちろんほうれいさん祭りに、登場しますねということで、どんなキャラかねぜひ足運んで見ていただければなというふうに思いますけども、さて今日ご紹介する曲はですね、僕の3枚目のシングルですね、愛の花デルフィニウム、ね、こちらの番組でもご紹介しましたけどもそのカップリングにあります曲ですね、昆布マンソングをですね、今日は聴いていただきたいと思います。なんとですねこちらの昆布マンソングですね、そのキャラクター昆布マンをテーマにして、作ったわけでございますけども、なんと曲を聴けばですね、その日高の昆布がですねどういう風に取られているのかっていうのがよくわかるですね、非常に勉強になる歌になっておりますんでね、そしてノリもいいんでね、本当に楽しく聴けるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ、昆布の取り方、こんな風に取ってるんだっていうのをですね、感じながら聴いていただければなと思います。それでは聴いていただきましょう。僕阿部拓磨の曲です、昆布マンソング、どうぞ。夏の真ん中に風もなく海も穏やかな朝、おはよう日高の浜では準備万端さ始めよう、昆布取る人人に並べる人、みんな力合わせて出来上がり、どんどんどん花火が鳴ればどん
聞いていただきましたのは僕の3枚目のシングル愛の花デルフィニウムのカップリングですね、昆布マンソングという歌、聞いていただきましたね、皆さんもね、昆布の取り方勉強になったんじゃないかなというふうに思いますけども、来たるですね7月3日日曜日ですね、新日高町三井市にあります蓬莱山というね蓬莱山公園という場所で、行われます蓬莱山祭り2022ということで、こちら開催されますんでね、ぜひ、たくさんの方遊びに来てください。僕も歌いますんでね、そして喋、ります、こんな感じになるかなというふうに思いますけども、ぜひお楽しみにしていただければなというふうに思いますね。以上、曲のご紹介でございました。はい、ここからはですねテーマトーク、ね、嘘を突き通せるか否かみたいな感じのあれでしたよね、テーマトークでしたよね。そうですよね、そうですよね、いないんですけども誰もいないんですけどね、早速嘘つきましたけどねいるような雰囲気みたいな。まあね、嘘ね、小さな嘘から大きな嘘ありますけども、まあ嘘をついたことないって人はおそらくね、いないんじゃないかな、このね地球に生まれてですね、そういう人は多分いないんじゃないかなと思いますけど、まあ大なり小なりね、あるかと思いますけども、皆さんね聞いている方ね、初めて嘘をついた時ってね覚えているでしょうかね。おそらく覚えてないと思います。赤ん坊の頃じゃないかなとね、僕ちょっと思うんですよね。例えばね、赤ちゃんって泣くじゃないですか。まあ言葉はね知らないかもしれないですけど、泣いたりして自分は欲求を示すわけですよね。おっぱい欲しいとかね、でそれで抱っこしてほしいとかね、眠たいとかいろんな欲求あるんですけども、その中でね、例えばいや抱っこしてほしいって泣いてね、欲求をね出すんですけども、まあ抱っこしてくれたらいいですけど満足しますけどね、あ自分の欲求正しかったなと。なかなかね場合によっては抱っこしてくれないケースもあったりしてですね、そうなると今度自分のね抱っこしてほしいね、愛してほしいよね、愛してるよっていうね、そういう欲求が満たされないということになってしまいまして、自分の欲求ねちょっと違ってたのかなとかね、
なんかそういう風な感じになってしまう。だから自分のね、そのなんていうんですか、いい欲求ね、愛してほしいより一緒にね、なんですか、あの遊びましょうみたいなね、そういういい欲求に対してですね、あれこれちょっと満たされなかったということで、じゃあやめようみたいな感じで自分の気持ちに対して嘘をついてしまうっていうのが、おそらく赤ん坊の頃にもあると思うんですね。そういったことの何ですか、繰り返しで、そのまず自分のその何ていうんですか、存在に対するですね、安心感みたいなものがね、人によってまた違ってくるっていうことなんですよね。だからそのまず自分の気持ちに対してですね、嘘をつくっていうことがおそらく最初にあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。だから、まあ大人になってね、その正直さとね、嘘をつくこと、どっちがいいのかなって考える時あると思うんですよね。ここは正直に話した方がいいのかなとか、嘘をついた方がいいのかなとか、そういう時にですね、その最初の自分のね、気持ちっていうんですかね、そこをですね、そこに嘘をついてしまっている人っていうのは、どうしてもですね、その正直であることが難しくなってくるっていうことが一つあるのかなっていうふうに思うんですよね。まあ何が言いたいかというとですね、仏教ではですね、この嘘ね、妄語というんですけども、10回で戒められておりましてですね、仏教徒はですね、やっぱり嘘は絶対ついてはいけないというふうに言われてるんですね。まあそれはなぜかって言ったらですね、その定時の煩悩ってあるじゃないですか、怒りだったりとか欲望ね、割愛だったりとか、なんかそういったものをとですね、その嘘というのが非常にマッチしやすいんですね。だから何ていうんですか、そういうことで低次元のエゴ的なね、欲求ですよね、煩悩、それとマッチしやすいということですね。まあだから逆に言えばですね、高次元な欲求ね、それが自然と出てくるような状況になればいい、いわゆる利他的なね、なんか他の人になんかね、いいことしたいとかいう高次元の欲求に対しては嘘つく必要ないじゃないですかね。ボランティアでね、町のゴミを拾ってきましたっていう時にですね、いや実はそんなことしてなくて居酒屋で飲んでましたとか、そんな嘘つく必要ないじゃないですかね。堂々とですね、いやボランティアでゴミ拾ってきましたみたいな感じで言えばいいだけでありまして、だからその欲求ですね、定時な欲求の時にやっぱりそうね、嘘っていうのは非常にまとわりついてくるっていうことですね。です。だから何ですか、もうだいぶ時間もあれですけども、まあこの世はですね、そういう意味ではその非常に嘘がね、はびこっているね、この地球社会ね。まあ一つの例で言えば 9.11 ありましたよね、アメリカのニューヨークの、ね、飛行機が突っ込んだらビルがね、まっすぐ落ちたね、あれは嘘ですよね。あれは爆破しないとまっすぐに落ちないです。あのビル解体ね、作業のあれですよ、あれじゃないとまっすぐ落ちませんからね、飛行機ぶつかったぐらいじゃね。なんかすごい嘘が隠れてるような気がしますけどね。まあ最近ではコロナとかね、地球温暖化とかね、ウクライナの紛争もそうですけどもね、欧米のメディアとですね、ロシアのメディア全く正反対のことを言ってますけどもね、どっちが本当のことを言ってるんでしょうか、どっちかが嘘ついてるんでしょうか、どっちも嘘なんでしょうかね、もう嘘まみれの世の中でございます。なんでね、やっぱりそれぞれがですね、やっぱり真実を見極めていくっていう必要がまああるんですよね。この地球で生きていくにはですね、もう時間になりましたけど、もう結論ね、言いますと、突き通せるか突き通せないかで言うと分かりません、ね。まあ先にも話しましたけども、結局はですね、自分に嘘をつかないようにね、自分に正直に生きていくというのが非常に大事になるんじゃないかなというふうに、感じますね。さきさん、神田さん、どうでしょうか。また来週お会いしましょう。阿部拓磨でした。阿部拓磨さんの日高からのラブレターでした。
こんなにあの嘘を、ね、突き通せるかっていう話で、うん、嘘からまずどういうことかから始まるというね、はい、赤ちゃん相変わらず七面倒くさいようなことばっかり言って本当にね最後は分かりませんってどういうこと本当お前はそしたら 9.11 だけど建築家かっていう感じで本当にもうねそんな話 いるのかどうかわからないですけどね。ツッコミどころ満載ですね本当にねそういうなんかあのねあの、はい、世界のこととかはねやっぱりバカし合いみたいなもんですから、うんうん、だからまあ嘘っていうかね、はい、まあ、うん、ちょっとこれは本当にわからないものがあるので、はいはい、まあ、そこはね追求しないで、そうですね、うん、行くしかないかな、うん、自分のことを語れって、ね、そう自分のことを語れとビキボスさんが言っておりますよあ、でもちょっとホーラーさん祭り、はい、ね、私もあの、うん、あの大江豊くんと一緒にステージさせていただきましたんでね、はい、はいはい、で阿部拓くんが司会するって、はい、総合司会ですよ、大丈夫、って大丈夫ね、何時間も、そうですよ、もう、私はもう心配で心配でしょうがないよ、だってステージだってね、はい、生ですから、そう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 、歌も歌わなきゃいけない、はい、ね、皆さんを盛り上げなきゃいけない、はい、無理だね、無理だ、無理ちょっと本当になんか心配ですけどもね、はい、うん、でもあの、うん、姉心というか、そうです、はい、まあ、でもあの阿部拓君にはカッコつけてね、うん、はい、あのホーラーさん祭り、はい、司会と歌と、はい、務めていただきたいなと思います。ホーラーさん祭りは7月3日日曜日だそうです、ぜひ皆さん足を運んでください。さあ、それでは続いてのコーナー参りましょうか。昨日ひとみいくトリビュートショーお疲れ様でございました。続いてのコーナーはひとみいくプロジェクトオピッタレコーズのレーベルボス伊藤明友さんが登場します。ひとみいくネオラジオザサード始まります。ひとみいくネオラジオ The Third、はい、今宵も始まりましたひとみいくネオラジオザサード、私 MC を務めます伊藤明友と申します。よろしくお願いいたします。昨夜ね、ひとみいく追悼イベントひとみいくトリビュートショー無事終了いたしました。パチ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 、会場にお越しいただいた皆様、そうでなかった皆様にも熱く御礼申し上げたいと思います。そしてご協力いただいたすべての皆様、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でございました。ここでね、出演したアーティストたちをご紹介しておきましょう。札幌のバンドトップを飾ってくれた北さん率いるピートラック、イベントの初っ端から三味線でインパクトをかっさらいいの懐かしい曲を聴かせて、久しぶりのライブとは思えないご機嫌なパフォーマンスをやってくれました。そして、2番手ソウルサバイバーズ、実にね、十数年ぶりに集結したメンバーたち、5月の連休を利用して神奈川県単身赴任中のリーダー誠が里帰りしてのリハーサルからの本番だったそうだけど、ブランクをものともせず、おまけにゲストに同級生の MC80 を迎えてのスペシャルライブ、魅了されました。続けて急遽ね、ゲスト参加してくれた MC80、 ひとみくのね活動再開を心から応援してくれてました。そして見事にね、期待に応えてくれた代表曲の Feeling Good と、ボンバヘを披露してくれました。年齢を感じさせないライブは本当さすがです。で、札幌バンド最後は山田美美率いるシェッタガーリアの小舟、今回はバンドでのね参加が難しいとのことで、シェッタガーリアのアコースティックユニットで参加してくれました。独特のシェッタの世界をね聞かせてくれましたね。美美はね、昔からひとみくの歌を愛してくれていて、普段はねカラオケなど行かない人なんですけど、生前のひとみくをカラオケに誘ってはね、生歌を聴けてよかったと喜んでくれていたんですよね。そんなことがありましたね。ベイカーショップブリーから吉田はじめさんと井上大輔さんが参加してくれました。いよいよひとみいくプロジェクトの紹介です。ひとみいくプロジェクトの歌姫ツートップの一人浜崎直子、ひとみいくに託された祈りを引き下げて札幌のテレビラジオで大活躍してくれました。そしてもう一人久保田陽子嬢 from パーニッシュ、
まるでひとみくんがステージにいるようなパフォーマンス、ありがとう。そして奇跡のスーパーハスキーボイス、元ノンセクトの野呂浩一さん、見事なしゃがれっぷりで圧倒してくれました。そして元ダブのベースボーカルヤンズ、今回はねギター&ハモを披露してくれました。ここでも生前のひとみくんの無茶ぶりをね再現しました。本当にありがとう。続きまして、おびろが生んだアコースティックギターの名手、ガッチャン片山誠、忙しいねライブの合間を縫って駆けつけてくれましたよ。そして頼れるベーシスト、元レプリカのヤンジー、プロジェクトのねステージ出ずっぱりで頑張ってくれました。そしてドラムス、平谷翔司、元煙、カホンやったりドラムやったり大忙しでライブをね、支え続けてくれました。お疲れ様です。それから元ハンナ、沼田圭三、ギター、現役のねミュージシャンとしてハンナ時代の曲とねひとみくんの曲を見事に再現してくれました、ね、そしてそのハンナ時代の相方のギター、伊藤明智、おれブランクをね理由に、美味しいところだけ参加してちょっと楽させてもらって申し訳なかったです。どうもすいません。そしてねサウンドプロデューサーである堀江明、今回はねマニプレーターとして参加してくれました。そしてノンセクトをね数十年ぶりに、聞かせていただきました。ありがとうございます。最後にね堀江さんも頭が上がらない、広本陽子さん、ピアノ、スーパークールなプレイとね美魔女っぷりが本当に素敵ですね。皆様お疲れ様でございました。6月のね1日から配信が始まりますけれども、ひとみくのプルシアンブルーという曲を紹介したいと思います。この曲はね、ひとみくが、今回、まあ、作品作りの中でねいろんなジャンルにトライしてるんですけれども、その中でも特にねジャズテイストの強い曲になってます。彼女はね曲を作るときにいろんな楽器の音をこう取り替え引っ換えやってくるんですけれども、今回はねフルートを選んですごくいいねあのラインを作ってみました。それで実際ね演奏の方は山本はじめさんっていう方に、演奏してもらってます。でリズム隊は、庄司とヤンジーのこのスーパーコンビ、ただ2人はねもともとジャズなんかやったことないよなんて言いながらも見事にね演奏してくれました。それからピアノは言わずもがな広本陽子さんが、すごい味のあるピアノを披露してくれてます。それでは最後お聴きください。ひとみくでプルシアンブルー。こんなにも深い空を残して夏は行く。誰かのおしゃべり、記憶をたどって青い病の小さな町の水車に思いを馳せる。優しい面影、プルシャンブルー、いつも胸の中あなたを愛してる。
願い叶うなら懐かしいテラスであなたが育てたバラを眺めて自慢のキッシュでワインをブルーシャムル決して悲しみの海に溺れないようにブルーシャムル最後の約束私は時間となりました、ひとみくでプルシアンブルーでした、お相手は伊藤明人でした。それでは、また来週バイバイ。ひとみくネオラジオザサードお送りしました。さきさん、はい、メッセージが届いているんです、本当ですか。ご紹介させていただきます、はい、ラジオネーム沼田町の水江さんからです。はい、ありがとうございます。沼田町の方も聞いてくださってるんです ね嬉しいですね。ありがとうございます。でタイトルがありがとうひとみいく、うんうん、じゃあメッセージ本文ご紹介します。昨夜のひとみいくトリビュートショー、皆さんのひとみへの熱い思い、そして瞳から皆さんへ捧げられた熱い思いが伝わる素晴らしいコンサートでした。瞳とは中学高校時代を共に過ごし、音楽に対する熱い情熱を身近で感じていましたが、改めてすごいアーティストだったんだなぁと実感しました。瞳のステージを見ることはもう叶わないけれど、残された皆さんによって瞳の音楽がこれからもずっと生き続け、たくさんの方々に届くことを願っています。ひとみいくプロジェクトの皆さん、本当にありがとうございます、と沼田町の水江さんからのメッセージでした。同級生なんですね。はい、へー、いやじゃあもうより一層私たちの何倍もこう込み上げるものがあったんでしょうね。そうでしょうね、そうだったんだ。いやあのね、あの、はい、水江さんちょっと私もちょっと存じているんですけども、はい、そうなんですね。そうだったんですけども、はい、まさか同級生だった だとは思わなかったので、はい、ちょっとびっくりしますね。やっぱり音楽でつながるわっていうのは絶対あるんですね、はい、あの水江さんですね、なぜ知ったかと言いますとね、あの私の 歌で、はい、雪の花っていう曲があるんですけども、はい、この雪の花のカラオケ大会やったんですよ、はい、あのもう結構十何年か前 に、はい、になるんですけれども、その時に出場してくださったんです。お、なまっちゃった私、はい、今自分でなまっちゃったそう、出場してくださって、そうして、彼女が、準優勝だったんですよ、はい、であのそう水江さんも歌も上手いし、はい、あのもちろんピアノもね、あの弾ける方なので、そうなんです。あのそうであのそういうあの教えたりとか、はい、あのされてる方なんですよね。だから音楽、まあ、ひとみいくさんとその音楽でね、はい、相通じるものもやっぱり本当に若い時からあったんですね。そうなんですね。でも水江さんもこれだけの思いがあればもう立派なひとみいくプロジェクトの一員の、そうですね、と言ってもいいですよね。はい、
素敵なメッセージいただきました。まさかまさかさきさんともつながりとは。そうなんです、ありがとうございます。で、ね、昨日も、ね、行きましたけども、はいはい、なんかあの一番初めからはあのロックから入りましたから、うんうん、で私大体演歌じゃないですか、大体重低音というのを聞く機会というのが少ないわけですよ。なかなかないですよね。あの五臓六腑にしみるしみるブン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 、あれちょっとね、慣れるまでですね、はい、ちょっとすごかった。心臓バクバクしましたもんね、あの染み方はやっぱりすごい、あれが心地よくなるんでしょうね。うん、ずっと聞いてると ね、 そうですよね、あれが多分ないとロックじゃなくなるみたいな、うん、そんな感じじゃないかなってね、昨日本当聞いてて、ね、思いましたよ。うん、私は逆にこう80年代後半のバンドブームの時代が蘇ってきて、あそっか、すごい懐かしかったですね。 あ、 なるほど。 あまり言うと年割れちゃうのでこれ以上は言いませんけれどなあ、そっかそっかそっか、はい、私の場合やっぱりちょっとアイドルとか、うん、まあ、歌謡曲とかね、はい、そういう全盛期だったので、年バレるでしょ時だったので、ちょっとこういうタイプの経営っていうのは聞いたことがあまりなかったんですね。生で、はい、そうなんですよ、うんうん、だからちょっとね刺激を感じてね、昨日ね新鮮さと いただきましたよ、はい、そしてあの後半ではね、浜崎直樹さんとか久保田陽子さんも、はい、女性のね、はい、歌声も聞けたりなんかして、とても本当になんか盛りだくさんで、はい、あの楽しく、あのステージね、あの拝見することができてね、はい、あの参加させていただいて本当によかったなって。いや幸せでしたね、思いました、はい、ありがとうございます。改めてひとみいくプロジェクトの皆さんお疲れ様でした。そしてありがとうございました。さあ続いてのコーナー参りましょうか、はい、お待たせいたしました。千原咲さんの歌仲間の皆さんをご紹介するコーナーです。先週はちょっと趣旨がずれまして、はい、ハッピーミューズお悩み相談コーナー鉄火の咲ちゃんというコーナーが新企画で、はい、ありましたけれども、はい、ネット詐欺についてでございました。お悩み、そうですね、今回は相談が来ていないので大丈夫そうですね、はい、そうですね通常のコーナーでお送りしていきたいと思います。はい、はい、ではさきさんお願いいたします、はい、それではね、はい、素敵な歌手を紹介しましょう、はい、作詞作曲が箕輪正彦、先生と言った方がいいですね、箕輪正彦先生で、アレンジが西岡俊明先生で、はい、ほんの些細なことで傷つくこともあると思います。でもほんの些細なことで救われたり満たされたり幸せの光を感じることもあると思います。幸せの光の種を芽吹かせて、弱い自分から少しでも強い自分になりたいというささやかな応援歌です。兆し、どうぞ聞いてください。少しだけ青空が
って、はい、千原咲さんじゃないですか。あれバレましたバレバレですね。そうなんですよ、あのさよならの花が咲くの、うん、カップリング曲で、はい、あの萌えっていう字と、はい、萌え萌えキュンキュンの萌えですね。そうそうそう、萌えとあとしと書いて、はい、もやしじゃないでしょう、はい、日差しというね、はい、タイトルでいい曲でしょ。いや好きですね、え私も本当にこの曲大好きでですね、ただこの兆しというあのタイトル、はい、初め決まらなくてですね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で、あの美濃屋さんもどうしようかどうしようかって言って、はい、みんなで決めて、はい、で本当初めささいなこととかあといろいろ、うん、あの考えてたんですけども、うんうん、なかなかねあの、初めはね弱い心だったんですよ、うん、タイトルがですか。タイトルが弱い心だったんですけど、なんか正直ちょっと嫌だなと思って美濃屋さんにちょっと弱い心ちょっと私ちょっと微妙で自分で曲紹介するときそうちょっとでは聞いてください弱い心ってなんかねちょっとあんまりちょっとなんか言いたくなくって、それであの考えて考えたのが、うん、兆しという萌えし、はい、というタイトルになったんですよ。これって当て字なんですか、それとも本当に兆しというあるんです。あ、読み方があるんですね。あるんですあるんです。そうなんですよ、ね、ちょっと当て字に感じますよね、うんうんうん、でもちゃんと兆しってちゃんとあるんですよね。なかなかちょっとあの普段呼ばないので呼びづらいかもしれないんですけど、はいはい、タイトルも素敵です。でしょう、はい、ね、うん、だからうん、この曲点となると難しいですね、はい、ちょっとねあの低音下も結構低くてですね、うんうん、であのこれもっと本当低かったんですよ、はい、それちょっと私も低すぎるなと思ってちょっと上げて、ただちょっと高いところが少し高めになっちゃったんですけども、はいはい、でもまあちょうど私では歌いやすいぐらいのキーに、うん、あの設定してもらって歌わせていただいております。うん、この曲も美濃屋正彦先生の楽曲じゃないですか、はい、やっぱり美濃屋さんのこう経験も入ってるんですかね。美濃屋さんはね自分の経験以外はないと思いますよ経験のみで歌を作られている先生だと思いますそうなんですね。私はそう確信しております。ということは素敵な恋愛をたくさんされてこられたという解釈で。私は思いますよ。いいでしょうか、なんか、はい、もう人に言えないようなね、うん、はい、あの恋愛から、人にそして言えない恋愛まで全部言えないじゃないですかどうするのみたいなねそんな気がしますけどね。でもこれだけの、ね、曲をかけるっていうことは、はい、もうそれだけこう男性としての魅力もそうそうそう、ね、溢れている方でいらっしゃいますからね。だと思います。あとは妄想癖とかがあるかもしれない
いろいろね、いろいろやっぱりあの考えたりとかもできない、あと、はい、本を読んだりとかね、その本の中で、あの疑似恋愛体験をするとかね、うんうんうん、そういうのもなんかあるかもしれないですね。そうですよね、うん、今ちょっとあの世に出ているメジャーなアーティストさんで YOASOBIさん、あ、わかります。あの本小説をもとに必ず曲を作るっていうスタイルなんですよね、そうなんですね、あ、やっぱりそういうのあるんだ、うん、そういうのもあるのかもしれないですよね、うん、なるほどね、うん、ということで、いいでしょうか、千原咲さんのコーナーお送りいたしました、はい、さあ咲さん、はい、今日もあっという間で、もう時刻は午後8時20分に今なりました。はい、あっという間ですね。早いですね。今日は嘘を突き通せるか、うん、突き通せないかというテーマでお送りしてきたんですけれども、はい、来週のテーマ、何でしょう、発表しちゃいますね。はい、笑える恋バナ教えてください。あー、笑えるね、はい、笑えないじゃなくてね、そうそう、笑えないじゃなくて、ああ、なるほど、はい、うんうんうん、か人に言ってもいい恋バナですね。そうですよね、ここはね、そうですよね、だからちょっとなんか楽しいことを、ね、聞きたいですね、うん、いっぱい。そうですね、うん、そうそうそう、あの私 YouTube でツッコミ動画っていうジャンルがすごく好きなんですけど、例えば街にある看板が、はい、ちょっと一文字消えていて、おかしげな言葉になっているものに、うん、YouTuber が突っ込むみたいな動画すごく好きで見てるんですけど、その中でちょっとおかしな LINE、こりゃこの LINE はダメでしょうっていう突っ込みの動画をたまたま今日見たんですよ。でそれが笑える恋バナにつながるんですけど、ある男性が、はい、あのちょっとそれこそしてはいけない恋愛相手に、今日は楽しかった、また会いたいねって、ちょっとハートマークとか少しバブバブ系の言葉を入れてみたら、バブバブ、はい、はい、したら私も楽しかったわって帰ってきたんですって。そしたら、じゃあ今度いつ会えるって言ったら、誰にメールを LINE を送ってるのって、奥さんに間違って送ってたみたいな、いやでもなんかたまに聞きません、はいはい、全然関係ない人に、うん、あの送ってしまっちゃったりとか、はい、そうですそうです、ね、はい、いや怖いわ。あと奥さんもそうですけど、うん、お母さんに間違って送っちゃうのも、あ、怖くないですか、ね、はい、びっくりするでしょうねお母さんも、あら、こんなこと私本当はあったかしらってもしかしてね、うん、思う人も、ね、お母さんもいるかもしれないんですよ、はい、で その LINE のツッコミのやつでは、うん、お母さんはですね、ええ、母です、後でお話がありますっていう返しだったりとかなるほど、はい、そういうのも面白いかなと思うので、いや楽しいですね、いやちょっと松本さくらさん大丈夫、なんか、ね、あるかな、ね、笑いが恋バナ、真面目な方ですから、真面目な恋愛しかしてこられてないかもしれないですもんね。安倍拓なんて笑えないんじゃないかなとかね、本当に思いますけどね、まあ、人のことも言えないんですけどちょっと私も来週はちょっとね、はい、笑える恋バナぜひぜひ探してみますよ、聞かせていただきたいと思います、はい、ということでこの BGM が流れたということはエンディングでございます。はい、あららら、はい、今週も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。この札幌村ラジオの、放送聞き逃したという方は今聞いてないですよね、うん、聞き逃したっていう方がお友達にいたという方、YouTube でですね、はい、4回目まで動画配信いたしておりますので、はい、ぜひこちらの方も合わせて聞いていただければなと思います。ということでお送りしてまいりましたフロムサンズのハッピーミューズ、お別れの時間やってまいりました。また来週もこの時間絶対に聞いてください ね、はい、生で聞けましたら本当にね、はい、聞いていただきたい、そしてメッセージもいただきたいです。そうですね、たくさんのメッセージリクエストお待ちしています。フロムサンズのハッピーミューズ、お相手は千原咲、そして金沢さやかでした。それではまた来週、さようなら。フロムサンズのハッピーミューズ、この番組はセレクトジュエリー、ハッピージュエリー、ワンズクリエイティブプロダクツ、
ジュエリーリフォームお直し、エムズファクトリー。全国から芸人が毎日出演中、モノマネライブバー札幌スタークラブ。音楽制作、音楽プロデュース、音のことなら有限会社フィクス。ステップからジョイン、社会へ踏み出す歩みを応援、 NPO 法人プラスハート28。あなたに寄り添う町の小さな美容と健康の総合商社デイスピリットータル。フェイストゥーフェイス、あなたの会社に毎月訪問、黒字決算を支援します。中川会計事務所、なごみ集うお店、丸山浦参道ラプラス。季節によって函館の美味しいお料理を用意して、宮崎恵子ママがお待ちしています。カラオケ喫茶、カラオケスナック殿下、そしてフロムサウンズミュージックの提供でお送りしました。